はい、プレイボール、どうも野球人です。巨人情報、サンチェスが2軍へ、来週の選抜は誰だということでございまして、まあ、ちょっとびっくりしたんですが、本日の試合前の公示にですね、まあ抹消のところにサンチェス選手の名前があったということで、まあ見ていきましょう。はい、巨人サンチェスが登録抹消。出場選手登録が24日公示され、巨人のエンジェル、サンチェス投手が抹消されたことが発表されました。ここまで1勝2敗防御率 5.89 で、20日の阪神戦では3回途中5失点で KO となっておりました。先発投手が登板、4日後に出場選手登録を外れるのは異例ということで、何らかのコンディション不良が発生したものとみられます。代わりにですね、桜井選手が登録されまして、桜井選手はですね、おそらくですが救援での登板が期待されるということでございます。はい、ということで、まあ、阪神戦でね、ちょっと良くない投球があったんですが、まあ、宮本コーチもね、まあ、落とさずに、次があるということをおっしゃっておりましたので、やはり何らかのアクシデントが起きたのかなというのが、まあ、当然の反応かなということでございます。じゃあサンチェス選手ちょっと見ていきましょう。はい、サンチェス選手、年俸が3億4000万円の2年契約、出身地ドミニカ、1989年11月28日生まれ、現在31歳で、ポジションピッチャー、右投げ右打ちの選手です。マックス158キロ球種、カーブスライダー、チェンジアップ、スプリット。はい、そしてですね、成績見ていきましょう。1軍成績はですね、今シーズン4試合で1勝2敗、 18.1 イニング、16奪三振9四球、15被安打、防御率 5.89、 ウィップ 1.31、 奪三振率 7.85、 四死球率 4.42 という成績でございました。まあ阪神戦で、ね、打たれたので防御率が結構上がってしまいましたね。まあまあまあ、昨年の実績もあるので、まあ、なんとか、まあ、もう1試合ぐらいにチャンスはということであったんですけれども、今日抹消されたということでございます。で、まあ、彼が抹消されたということは、ローテーションがね、一枠空くんですよね。それがこの日でございます。はい、4月27日の先発ということでございまして、まあまあ、あと3日後ですかね、の先発になるので、まあ、急な登板かもしれませんが、まあ、誰かがね、務めなければいけません。そこで候補を3人挙げてきましたので、ちょっと見ていきましょう。はい、まず候補1人目ですね、野上選手でございます。まあ、今年ですね、アキレス腱の、まあ、怪我から復帰して好調が続いている野上選手でございます。成績見ていきましょう。直近で投げたのが4月22日の木曜日ですね。2軍で 8.0 イニング、92球で、3、安打、無四球、10奪三振、無失点と、まあ、かなり完璧なピッチングを見せてくれておりました。はい、そしてイースタン成績もね、この日の成績を入れて4試合で1勝2敗 23.2 イニング、24奪三振、3四球、被安打16、防御率 3.04、ウィップ 0.80、奪三振率 9.13、四死球率 1.14 と、もう素晴らしい成績ですね。まあ、防御率は3点台なんですが、奪三振率、四死球率とも、まあ、かなり秀でた数字でございますので、まあ、ローテ候補1番手、なんではないでしょうか。しかし、はい、4月の22日に投げておりますから、まあ、次に、投げるとしたら中4日になってしまうんですよね。まあ、そのことから今回、まあまあまあヒット候補ではあるんですけれども、日程の関係からね、もしかしたら違う選手の可能性もね、十分にあり得るかなというところです。まあ、他の選手を、まあ、ちょっとずらして、まあ、なんとか中5にして、まあ、投げさせるっていう可能性も、まあ、なきにしもあらずというところです。まあ、92球なんでね、一応8イニング投げていても、まあ、マーカー数的にはその前めちゃめちゃ投げているわけではないので、まあ、もしかしたら中5、中4であるかなくらいのね、感じでございますので、まあ、いずれね、ではチャンスはある選手かなというふうに思います。はい、続いて2人目見ていきましょう。はい、2人目の候補は伊能選手でございます。今シーズン FA 加入した選手でして、まあ、開幕ローテに入っていたんですが、まあ、いろいろね、頭部の怪我とかもあって、今は2軍で調整中ということです。成績見ていきますと、直近で投げたのが4月の21日水曜日、これも2軍戦ですね。 7.0 イニング、108球、8安打、1四球、6打三振、2失点と、まあ、まずまずのね、結果を、この日、伊能選手も残しております。
はい、そしてイースタン成績見ていくと4試合で2勝2敗 27.0 イニング14奪三振5四球被安打29防御率 3.67 ウィップ 1.26 奪三振率 4.67 四死球率 1.66 という成績です。まあ制球はね安定しているんですが、三振が取れないのがネックでございました。まあしかしね先日の試合で6奪三振と、まあ、しっかり、三振も取れ出しましたので、まあ、好調になりつつあるのかなという気はしますね。はい、そして、なんといっても、登板間隔の中5でいけますね。4月の27日ですと、野上選手より1日前に投げていたので、まあ、そういう計算になります。まあなんでね可能性は、まあまあそこそこあるんではないでしょうか。はい、では2人目伊能選手でございました。最後の候補を見ていきましょう。はい、最後候補3人目は平内龍太選手でございます。今シーズンドラフト1位指名の選手でございまして、直近の試合ですね1軍で初登板がこの日でした。4月の20日火曜日 3.0 イニング40球投げて1安打1球2奪三振1失点という投球内容でございました。まあ、大差で負けていた阪神戦での登板だったんですがしっかり3回までピシッと抑えていたんですが4回ね突入したところで、ホームラン打たれて交代ということで、まあでもね悪くない登板だったんではないでしょうか。はい、そして、1軍ではなくイースタン成績ね見ていきましょう。3試合で1勝1敗 13.1 イニング13奪三振5四球被安打12防御率 5.40 ウィップ 1.27 奪三振率 8.78 四死球率 3.38 という成績でございました。まあ、伊能選手、野上選手と比べると防御率はちょっと悪いんですけれども、まあ、それでも三振取れておりますしフォアボールもめちゃめちゃ悪いわけではございません。まあ、ロッテ戦で、ね、燃えてしまったんですがそれは野上選手、伊能選手も同じということでございまして、まあ、1軍で、ね、しっかり結果を残しております。でさらにですね、4月の20日に投げて、から投げてないんですね実は。で、中、6日、空いているということで、まあ、ちょうど先発、しやすいところですよね。しかも情報によりますと、まずサンチェス選手が落ちた、今日ですね実は平内選手ベンチ入りしておりません。そういうわけで、まあ、ますますちょっと、先発の可能性っていうのが高まっているんではないかなというふうには思います。個人的には、まあ、平内選手、まあ、彼が、来るんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、あとは候補としてはやっぱ桜井選手とかもいるんですけれども、まあそうですね、それよりはまあこの3名の方が可能性は高いかなというところでございます。はい、では見ていただきました。最後にツイッターでの反応を見て終わりましょう。はい、ツイッターでの反応を見ていきましょう。サンチェスのこのタイミングでの抹消は外国人枠か怪我のどちらかやろうな、ピッチングの内容で抹消なら水曜日に抹消されてたやろうしということですね。まあそうですね、やはり、このタイミングで抹消するっていうのは何かイレギュラーなことが、起こったとしか思えませんので、まあ、そういう意味ではね、まあまあやっぱり怪我っていうのが濃厚なのかなっていうふうには思います。まあなんで、まあ、外国人選手ね、枠っていう問題がちょうどあったのでそういう意味では、まあ、ちょうど良かったっちゃ良かったんですかね。テームズ選手とかね本当に、好調が続いているのですぐにね一軍上げてもまあもう大丈夫かなっていう気はしますね。はい、こちらを見ていきましょう。サンチェスの骨格が予定外なら火曜はシンプルに平内先発で今日明日も含めて桜井がフォローするって感じかな。でそこの結果とサンチェスのコンディションを見つつ9連戦は野上も含めて考えるって感じかなと、まあ、まさにね、まあ、この人の言った通りになるんじゃないかなっていう予想ですね。とりあえず平内選手先発させて、まあ、やっぱり不安なので第2先発っていう形で桜井選手を持ってくるのかなっていうのは、まあありますね。んで、そこでまあ良くなかったらやっぱ野上選手、が第一に上がってくるということになるかなって気もするので、それも含めてね2軍戦のちょっとローテとかもいろいろちょっと今後変わってくるのかなっていうふうには思いますので、まあどうなるかっていうのは楽しみでございます。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、高評価、あとはね、この選手じゃないかなというコメントなどもいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。